領中の奴らが殴り込みに来たぞ。来たか、鬼瓦。連中はまだ先日の傷が癒えてねえはず。完膚なきまでに締めてやるよ。それが違うんすよ。鬼瓦たちじゃなくて半袖短パンの全然知らねえ奴らなんすよ。しかもめちゃくちゃに強い。なんだこいつは。何者だ。潮中学肉体改造部部長ゴーダ武蔵。影山を出せ。影山誰だ。あれ武蔵部長、みんなもどうしてここに。こいつか。ちょっと用事があっただけで。こいつは助っ人なんかじゃねえ。地雷だったんだ。くっそー、鬼柄の野郎に一杯食わされた。怪我はないようだな。じゃあ行こうか影山くん。はい、帰って筋トレの続きだ。叫んじゃねえぞこら。黙って返すわけねえだろうが。みんな全員血祭りの刑だ。やっつばえ。呼んである。でも遅いな。また女とイチャついてるのかあの野郎。